はい、酒好きな新潟人の飲酒ドーパー始めていきまーす。今回はね、楽しみにしてました。じゃん。宝酒造の新しいね、酎ハイなんですが、これがなんと、アルコール度数 8% で、糖質が0、甘味料も0、着色料量も0、プリン体も0、香料0というね、すごい。5つの0という。今までですね、糖質ゼロとかのはあったんですけど、甘味料がゼロではなかったりとか、結構ありましたんでね。で、個人的に嬉しいのはやっぱ甘味料がゼロなのと糖質がゼロなのと、そしてなおかつアルコール度数が高めの 8% という。まあ、個人的に 9% のね、サントリーのね、ストロングとかに匹敵するレベルだったら嬉しかったんですけど、うん。まあ、仕方ないでしょうかね。果汁入り糖質ゼロチューハイ、レモン。で、果汁が 3%。で、美味しさの秘密、果実の美味しさを閉じ込め、製法により、糖質ゼロでキレのある果実感を実現しました。で、原材料がレモンスピリッツとレモン。で、カロリーが46キロカロリーとなってます。これはやばいね。宝酒造、来たかと。とうとう来たかと。まあ、焼酎ハイボールシリーズもね、確かに美味しかったんですけど、まあ、あれは、ね、アルコール度数がこれより若干高めだった。いや、低めだったんでね。あれは 7% でしたっけ？こっち 8% だからね。これは期待できる。そりゃ乾杯。うん。あ、甘くない。やっぱ甘くない。うん。まあ、糖質もゼロだから、焼酎ハイボール以上に甘くない。だからと。宝酒造。うん。甘くない。とにかく甘くない。全然甘くない。でね、レモンのね、酸味もね、あんまないですね。香りだけかな。うん。ほとんど酸味もない。ちょっとだけ酸っぱいかなーってぐらい。業界初、5つのゼロが新しい驚きのチューハイ革命。ゼロ仕立て。これなぁ、アルコール度数 8% じゃなくて 9% だったらサントリーのストロングにね、こう、あれができたんだけどね。うん、甘くない。ゼロ仕立ては果実の美味しさを生かして5つのゼロを実現した業界初の甘くないチューハイ。うん。甘さはほぼない。これはうん、まあね、うん。それなりに美味しいっちゃ美味しいけど、焼酎ハイボールレモンの方が、個人的に、やっぱ若干糖質があった方が、美味しいかな、という感じあるね。うん。まあでもアルコール度数が高い。それでいて、あ、YouTube の宝酒造チャンネルなんてあるんだ。こんにちは、小野町子です。宝酒造から業界初のチューハイが出ました。その秘密を探ってみましょう。宝、果汁入り糖質ゼロチューハイ、ゼロ仕立て。商品特徴は大きくこの3つ。果実の美味しさを生かして糖質ゼロ。
糖質ゼロを含む5つのゼロを実現。甘くない味わい。最近糖質ゼロとか糖類ゼロとかいろいろあるけど、そもそも糖質ゼロって何？糖類ゼロとどう違うの？ああ、なるほど ね。教えてよ。それはですね、図で示すと糖類ゼロというのは砂糖やブドウ糖などを含むこの部分がゼロ。糖質ゼロとは糖類のほか甘味料やオリゴ糖なども含んだこの部分全部がゼロなんです。ってことはつまり全部ゼロ。糖類だけじゃなく糖質までもゼロの中杯なんです。あ、なるほどね。すごいな。じゃあ果実の美味しさ生かして糖質ゼロってなーに。なるほど。実はこのゼロ仕立ては果実の程よい苦み、爽やかな香り、果汁の美味しさを引き出し、最適なバランスでお酒に閉じ込める果実の美味しさ閉じ込め製法によって糖質ゼロなのに果実感を実現した酎ハイなのです。うん、なるほど。糖質ゼロを含む5つのゼロって何？5つのゼロというのは糖質ゼロの他にプリン体、甘味料、香料、着色料も全てゼロ。これが業界初、果実の美味しさ生かして5つのゼロを実現ということです。つまりですね、糖類ゼロとかではなく、これは糖質がゼロなんで、まあ、詰まるところ、糖質っていうカテゴライズの中にあった糖質、糖類っていうのがあるらしいです。カテゴライズの中に。だがしかし、この場合、もうカテゴライズの糖質というカテゴライズ自体がゼロなんで、もう詰まるところ、完璧にゼロだという感じ。で、栄養成分を見ると、タンパク質ゼロ、ゼログラム、糖質ゼログラム、脂質ゼログラム、食物繊維ゼログラム、ナトリウムゼログラムと。ほとんどゼロですね。カロリーだけあるという感じか。へぇー。なるほど。なるほど。そしていて、それでいてアルコール度数が 8%。まあでも 8% 来るんだったら 9% までなんとかならんかったんかな。9% だよね、やっぱね。サントリーのストロングに対抗するべきはやっぱあれだろう。あっちはさ、甘味料がさ、入ってるからさ。確か糖質とかはゼロだった。と思うんだけど。甘味料が入ってるからね。そこと差別化できたんじゃないかなと思うんですけど、これはアルコール 8% だからな、微妙ですね。うん、まあ、レモンの、味、酸味はあんまりないけど、レモンのなんか果実感は、ちょっと感じるっていうか、そんな感じはしますけど。ちなみにこのゼロ仕立ては、つい最近発売されたやつですね。レモン味とグレープフルーツ味と柚子味があります。これ今日全部スーパーで買ってきました。よし。今日ね、これがね、にちゃんのスレでね、タカラのスレで、タカラのスレだったかな。まあ、チューハイのスレか。で、これは上がってたんで。まあ、美味しいみたいなのがあったんで。買ってくるか。ということで、今日買ってきたんですけど。まあ、確かに、まあ。うん、まあ。まあ、美味しいんだけど、美味しいっていうか、美味しいっていうか、結構あれだね。
ものすごくドライなんで、うん。かなり、個人的にやっぱ焼酎ハイボールの方が好きですね。焼酎ハイボールのレモン味とかの方が、比べるとね。まあでも甘さは全くないので、そこは、すごいな。で、香りはまあそれなりにある。感じで、まあ、でも癖がないんで、癖のなさでいくと、すごい。これはすごい。コクもないし、癖もないし。1124です。ご視聴ありがとうございました。